こんにちは、スタイリストの山俊です。今回の動画では、大人の春のアウターはこの3種類だけあればいいというテーマで、皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。この動画を撮影してるのは3月の後半なんですが、結構ですね、暖かい日が続くようになってきたんですね。こうなると、冬物のアウターですね、ダウンだとかロング丈のウールのコートだとか、こういったものだとなかなか季節感が漂わないので、 春のアウター、そろそろ来たいなと思う方も少なくないかなと思うんですね。そこで今回は大人の男性に適した3種類のアウターですね。ご紹介をしてみたいなというふうに思っています。アウターにも様々な種類があるんですが、 正直ですね、今回ご紹介する3パターンあれば、もう十分すぎるかなと思うんですね。というのも、アウターが3種類あれば、あとは中に着るものを変えてみたりだとか、さらにはボトムスを変えたり、靴を変えるだけでも、様々なバリエーションが作れるかなと思うんですね。そして3パターンがあることで、シチュエーションに応じた着こなしも結構作れるかなと思っています。 小綺麗なスタイルを楽しみたい時用のものだとか、さらにはちょっと今日はアクティブに過ごしたいなという時用のスポーティーなアウターだとか、このような形でシチュエーションに応じた3パターンがあれば、かなり春の着こなしは、 充実してくるかなと思うので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。ちなみに今回ご紹介するアウターに関しては、全く同じものがあったらそちらをご紹介しますし、似たようなものでもですね、下の概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらそちらもチェックをしていただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい。ということで、ここらはですね、具体的に春のアウターを皆さんにご紹介したいなと思うんですが、まず1着目、これはですね、絶対に欠かせないアイテムかなと思うんですが、僕が今着てるようなステンカラコートですね。これはですね、大人の男性であれば、小綺麗に見えるアウターなので、1枚はぜひ持っておいていただきたいなと思っています。 今回は3種類のアウターをご紹介するんですが、その中で最も綺麗めで、ちょっと小綺麗な着こなしを楽しみたいときには、このようなステンカラーコートはめちゃくちゃ便利かなというふうに思っています。まあこのようなコートというのは、本来ビジネスでも着られるような比較的綺麗めなアイテムではあるんですが、カジュアルシーンで使うときの一つのポイントとしては、色選びにあるのかなというふうに思っています。ブラックだとかネイビーだとかダークグレー、このあたりがステンカラーコートでもオーソドックスと呼ばれているんですが、 春にカジュアルで着るのであれば、個人的には明るいカラーがいいかなと思っていまして、今僕が着ているようなベージュですとか、 あとは先日のグリーンレベルさんとのコラボレーション動画の時にお勧めしましたライトグレーですとかこういった明るめのものを着れるとすごくカジュアルシーンでは活躍してくれるかなと思っていますとは言ってもこういった明るい色のコートってどう合わせればいいのかわからないという方も少なくないかなと思うんですが結構着こなしは簡単で今僕は内側に着てるのはブルー系のバンドカラーシャツですねこのように明るい色と組み合わせてあげるのもいいですし さらにはホワイト系のニットとかでも合うかなと思うので、上半身を明るめにまとめて、ボトムスはブラックとかネイビー、ダークグレーでシャキッと引き締める。そういった形にしてあげると、意外とベージュ系だとか、ライトグレーのコートを合わせやすいので、そこまで難しくはないのかなというふうに思っています。まあ、最近のステンカラーコートというのは結構素材的に機能的で、ストレッチも効いていたりだとか、動きやすいものも多かったりするので、まあ、1枚あってもですね、すごく便利なのかなと思っています。 まあ春にも着れますし、これ秋にもですね、活用できるので、一着あれば意外と長い時期着れるので、こういったものを一つ揃えておくと便利かなと思っています。まあこういったステンカラーコードをいろんなお店で売ってますが、僕が今着てるのは昨年のグリーンレーベルのものですね。このあたりはもう名作中の名作で皆さんにもお勧めしやすいかなと思いますし、あともう一着ですね、僕が手元にあるのは、今季のユニクロ U のダークブラウンのステンカラーコードですね。これまた使い勝手がいいんですね。 しかも色合いがすごく綺麗で表面の光沢感もすごく上品なのでこれはめちゃくちゃおすすめですね値段もですね今セールになってるのでさらに買いやすくなってるかなと思うので皆さんに合うサイズがあったらぜひですね試していただければなと思っていますということで1着目は明るめの色のステンカラーコートでしたはい続いて2つ目のですねアウターなんですが今僕が着てるような 丈の短いですね、アウターですね。具体的にはカバーオールですとか CPO ジャケットと呼ばれるようなもので、お尻がですね、ギリギリ隠れるぐらいの長さのものがあると、すごく便利なのかなというふうに思ってます。ちなみに今僕が着ているのは、今季のユニクロのですね、デニム素材のカバーオールっぽいデザインのアウターなんですけども、これはですね、めちゃくちゃ使い勝手が良くて、さらにはコストパフォーマンスも高いので、ぜひ皆さんにはチェックをしていただきたいなと思ってます。 ここ数年はですね、このようなシャツっぽいようなアウターをもうちょっと生地感を厚めにしたような、そういったものがですね、トレンドになっていまして、先ほどもお伝えしましたが、CPO ジャケットというものがですね、その代表的なモデルだったんですね。まあこういったものですね、胸に大きめのポケットが左右対称についているような、こういったアウターがですね、割と僕も好きでよく持っていたんですが、その流れがですね、ちょっと広がりまして、 最近ではカバーオール的なものですね。まあ、これもデザイン的にはカバーオールに近いんですけども、そういったものが増えてきているんですね。素材も僕が今着ているようなデニムだとさらにですね、本気的な雰囲気も漂うので、まさにこのユニクロのですね、アウターが便利なのかなというふうに思っています。先ほどのような着丈の長いアウターもすごくですね、小綺麗に見えて、大人の男性には似合うんですが、一つデメリットがあって、長さがあるとですね、やっぱりちょっと歩きづらかったりとか、 アクティブには動きづらかったりするので、その点ですね、このようなお尻がすっぽり隠れるぐらいのですね、アウターというのは、適度に小綺麗さもありつつ、なおかつ歩きやすいので、個人的にはですね、すごく好きなジャンルなんですね。しかもトレンド感が漂うというところでは、1枚持っておいて損はないかなと思うので、まずはこのジャンル、ユニクロの1枚からチェックをしていただければなというふうに思っています。まあ、他にもですね、セレクトショップでもこういったカバーオール的なものだとか、 シャツアウター的なものはたくさんありますので、いくつかですね下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方もぜひチェックをしていただければなと思っています。このような単丈系のアウターなんですけれども、コーディネートはまあ、いろんなものが想定できるんですが、個人的には内側にシャツを入れるのが好きなんですね。まあ、先ほども着ていましたが、僕はバンドカラーシャツ愛好家なので、 こういった襟付きのアウターの内側には襟元がスッキリとしたバンドからシャツを合わせてあげるとすごくバランスがいいかなと思います。丈の長さはこのアウターよりもシャツがちょっと長くて裾の部分から覗くぐらいでもバランスがいいかなと思うのでぜひですね皆さんもこういった短丈系のアウターの内側にはシャツを合わせていただきながら楽しんでもらえたらなというふうに思っています。ちなみに皆さんもお気づきかなと思うんですが下半身は先ほどと全く同じなんですね。手抜きといえば手抜きなんですが ボトムスはブラック系のイージースラックスと、あとはニューバランスのスニーカーですね。足元は変わらなくてもトップスとかアウターが変わるだけで全然印象が変わるんですね。そういった意味で3パターンのアウターを持っておけばかなり充実するかなと思うので、そのあたりも頭の片隅に置いていただければなと思っています。 はい、続いてラスト3点目はですね、僕が今着てるような、いわゆるナイロン系ジャケット、またはソフトシェルジャケットと呼ばれるようなものですね。このようなスポーティーなアウトドアウェアですね。こういったものをですね、大人の男性も一着持っておくと、 アクティブな休日にはめちゃくちゃ活用できるかなというふうに思ってます。僕はこのジャンルのアウターが大好きで結構いろんなブランドのものを持ってるんですね。今来てるのはアークテリクスというブランドのものなんですがアウトドアブランドの中でも比較的ストイックでシャープなデザインが特徴のものなんですけども一般的に使い勝手がいいとされてるのはこういったノースフェイスですね。このあたりのソフトシェルもすごく使い勝手がいいです。まあこちらの方がブランドとしての認知はですね広いかなと思うので多くの方に おすすめしやすいかなと思いますし、ちょっとですね、ファッションが好きな方とか、人との違いが出したい方にはですね、こういったアークテリクスもいいかなと思います。いずれにしても大人の男性が使うのであれば、こういったソフトシェル系はですね、ビビットなカラーよりもブラックのようなシャープな色合いの方が圧倒的に合わせがしやすいかなと思うんですね。 僕も持っているですね、ソフトシェルは全部ブラックです。それ以外のものも試したことがあるんですが、やっぱりモノトーンでまとめた方がバランスが取りやすいので、ぜひ皆さんにもこういったブラック系のソフトシェルチェックをしていただければなというふうに思っています。 まあコーディネートは簡単で、まあ、内側にはですね、T シャツを合わせてもらってもいいかなと思いますし、あとはちょっと寒い場合は丸首のニットでも全然いいかなと思うんですね。さらには先ほどまでご紹介してたようなバンドからシャツを内側に入れてあげるというのも意外と相性が良かったりするので、このようなナイロンジャケットって結構コーディネートは簡単かなというふうに思ってます。で、ボトムスに関しては先ほど全く変えていません。 ブラック系のイージースラックスを履いていますが、まあ、ナイロンジャケットに対して個人的にはですね、ブラック系のパンツで引き締めてしまうのが、まあ、一番使い勝手がいいと思いますし、コーディネートは迷わないのでいいかなというふうに思っています。細身のブラック系のパンツでベーシックな着こなしを作ってもらうのもいいかなと思いますし、僕はちょっとスラックスっぽいもので着こなしに綺麗さを取り入れるのが好きなので、そういったコーディネートも一つの手なのかなというふうに思っています。まあ、そんなにコーディネート自体は難しくないので、全身の色数を絞ってしまって、 でモノトーン系で抑えると結構このようなナイロン系ジャケットは相性がいいということは頭の片隅に置いていただければなと思っています、まあ、ちなみにですねこういったスポーティなものでもいいんですが今期のユニクロ U のフーデッドブルゾンですねこれもまたですねナイロン系ではなくてコットンなんですがわりとスポーティな雰囲気があって個人的にめちゃくちゃいいなと思うんですね ですので、スポーティなものがちょっと苦手な方は、短い丈で、ちょっとこう、スポーティーな雰囲気のある、ユニクロ U のこちらのブルゾーンで代用してみるのもいいかなと思うので、ぜひ皆さんチェックしていただければなと思っています。はい、ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、大人の春のアウターはこの3種類だけあればいいというテーマで、皆さんに動画をお届けさせていただきました。 着丈の長いですね、ステンカラーコートから、今の旬なですね、タ丈系のアウターですね。具体的にはカバーオールだとか CPO ジャケット、このようなものと、あとはですね、スポーティーなナイロン系ジャケットとかソフトシェルジャケットというジャンルですね。この3パターンがあればもう十分すぎるぐらいかなと思うので、ぜひ皆さんもこの中から気に入ったもの、2パターンぐらいでもいいかなと思うので、買い揃えていただければなというふうに思っています。ちなみに余談ではあるんですが、今回からですね、 皆さんもお気づきの通り、カメラのレンズを変えたため、全身のコーディネートを映すことができるようになったんですね。まあいろいろと試行錯誤した結果ですね、ようやくこの形に行き着いたわけなんですね。皆さんから頂い,いたコメントを読みながらですね、僕のチャンネルもどんどん成長して様々なことを試していきたいなというふうに思っています。まあ、これからですね、本格的な春を迎えるわけなんですが、 アウターのバリエーションを揃えつつ、さらにはですね、トップスとかボトムスの組み合わせもバリエーションを増やすとさらにですね、着こなしがアップデートできるかなと思うので、今後はですね、春に適したトップスだとか、ボトムスについてもしっかりと解説をしていきたいなというふうに思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説できますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。また僕はですね、もう一つ YouTube のメンバーシップチャンネルというものを運営しています。そちらでは、 普段の動画ではお伝えできないような、中級者向けのアイテムですとか、コーディネートの解説をしたり、あとはですね、週に1回土曜日にですね、メンバーの方限定で生配信をやってるんですね。そちらではリアルタイムで皆さんのご質問にどんどんお答えしてきますので、気になる方はですね、動画の下の概要欄からメンバーシップもチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。 おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか限定動画では中級者向けのアイテムコーディネートからライフスタイルまで発信皆さんからのご質問のほか無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします大山旬のメンバーシップチャンネル